ここは明けの劇場という場所になります。もうびっくりした。めっちゃびっくりした。怖っ。ああ、明けの劇場と書いてたんですね、昔は。これはちょっとびっくり。と一歩譲って、Like your dreams。ここは2階に霊が出るって言われてますね。なんかいろんなとこにマネキンの頭置いてるな、ね、もういたずらですけどね、動画見てもおお、はあ、おお、これはもう正式名称、明けの第一劇場。昭和40年開業で、1994年に経営不振及び摘発で閉館。95年に火事が起きて、それ以降廃墟になっているというところだそうです。まあ、その火事で全焼してるって話なんで、ボートのゴミがいっぱい投げ込まれてるな。これが回転の軸ですね。歯車上がる。これがキャットウォークって言っていいのか分かんないけど、ここが舞台でこう歩いてきて、ここで回転するってやつですね。あ、回るんだ。そうそうそう、だ基本的にはそこが舞台なの。はいはいはい。うわ、これさ、このサビの模様すごいな。焼けてるんでしょ。うん、焼けてる。全焼してる、ここの建物。あ、すでに2階に行ってる人が。ここでは2階の落書きがある部分に霊が現れる。あと女の鼻歌が聞こえることがあるらしいと。まあ、その鼻歌はあれですかね、イメージ的には踊り子さんなんですかね。ここがもぎりの場所なのかな。うん、ここでお客さんをね待ってる。あ、このガラスの感じが、ああばあちゃんちあったな、こんな、うん、時代を感じる、ね、謎のこのなんかよくわからん模様。違うトイレか。ああ、なるほどなるほど。ああ、あ、自販機、販売機がドリンクの販売機があります。トイレ、あ、男子トイレですね、これは。今や見かけなくなったチューリップ型の。
と和式便器。あれ、これはこれは捨てられてか、置かれてた、いろいろと配置されてるマネキンたちの同族ですかね、この髪の毛は。そうだね。貫通。こっちが控え室とかだったのかな。トイレあるし、個室だからそうかな。うん、まあ、完全に焼けちゃってますけども。はい、といろんなとこに落ちてるという噂の。ああ、これ。ああ。素材的にはこれに近い。でも多分毛糸だよこれ。ああ、じゃあ違うか。うん。ちなみにそこに階段っぽいのあるじゃないですか。うんうん、あそこ多分昔は繋がってたのかなと思うけど、階段がね、ガラスです。ガラス板。これ。本当だ。だから昔は、あ、この辺ガラスすごいね。うん。昔はこれは多分繋がってて登れたんだろうなっていうので、多分登ってる踊り子を下からこう見たりとかしてたのかなっていう感じですね。わかんないけど。こっちが控え室でこう出てきてたのかな。そうだね。うん、じゃあちょっと2階に。2階に女の、まだ2階に霊が出る。なんだこれ。エブリシングハッピー。これはいいぞ、これは良いぞ、良いぞ良いぞ。なんかやったな、金のゴミみたいなのが捨ててあるけど。あ、で、ここが光る。ここがその落書きのある部屋かな。ここ落書きのある部屋までしかないけど、ここで行き止まり。だからこの部屋に2階の落書きがある部分に霊が現れたけど、多分ここなのかな。そうなると落書きのある部屋じゃなくて部分っていう書き方が微妙だけど。感じで見えてたんですね、この音。これが、これすごいよ。もともとあったものなのかどうかは分からんけど、まああったんだろうけど。うん、はあ。作ったりするでしょ、これ。うん。車のやつだもんね、これ。あ、本当だ。下、これ溶接してない。うん。
足を置いたりもするようにして、うん、そう考えると結構頑張って作った感がありますな。ね、うん、そうだね、リクライニングのこの辺の表記とかそうだもんね。そうそうそう、うん、これ何なんだろうね。多分高速の人が置いてると思うんですけど、うん、まあそれは間違いないと思うけど、いろいろこれにも見える、あれにも見える、ね、神主さんですよ、見えなくもない。あクリスマスツリーでもしにしてほしいなみたいなさ結構謎な、ね、これ書いた外国の人だろうねきっと、うん、まあまあ廃墟としても有名ということなんでね、うん、照明器具とか残骸もあって、奥の風呂場は気持ち悪かった。風呂場、うん、奥のさ、あ、そっち奥あるの風呂場。そう、あの、うん、多分住んでた人、行った人が住んでた家がある。ああ、こっちのこの家がある。ああ、本当だ、建物ある。本当だ、奥あるから。うん、足場悪いから気をつけて。うん、ちょっと先にこいつをちょっと見ようか。あ、これはあれですな、ボイラー的な、うんうん、おお、なんか舞台の掛け合いみたいな気だ向こうに、多分ここの、ここは向こうの家だったんだろうね、こっち、うん、これは足乗っけたら結構怖い。こっちが、あ、トイレね、こっちもやってくるんだ、うん、そう、全焼だったらしいから全体的にもう燃えちゃってんだろうね。あ、風呂場あったあ、燃えてんな。劇場の裏手から裏手にあった。うわ、なんか昔懐かしの雰囲気だな、この脱衣所と風呂場の雰囲気が。ここも燃えてんだ、すごいね。ね。半分。こっちが。うん。よいしょ。こっちにだ住んでた感じなのかな。俺が立ってるここ基礎があるってこと、これ廊下でしょ。ああ、そうだね。だから普通にここも基礎があるから部屋だったのかな。そうだね。うん。ここまでいいじゃん。裏手、あ、普通に繋がってたんじゃないこれ。あ、そこも、これもやれんだ。うん。ああ。でもなんかすごいのがさ、うん。そっからもうこの太さの木が生えてるってことだよね。お。あの女の鼻歌が聞こえるとかいう話がありますけども、なんか聞こえてる人いますかね。そう聞いてるとね、気になって耳すましたりするじゃん。ハヤブサさんのラピュタぐらいですね、うん、ラピュタじゃない、ナウシカだあれ、うん、これ動画で見てもそういうの意味でって書くわ。そうですね、うん火事で全焼してるらしいから。なんか動いた。なんか落として、なんかこっちの方が水の上を落として、うん。水っぽい音がした。うん。
ピチャって。チャラチャラチュルチュルチュルって。あるえ、合ってんのそれ合ってんの、タケオさん。それとは別にこっちからもなんか聞こえたけど、こっちは動物かなと思って。俺、水の音っぽいの聞こえたの。あ、水の音は、その辺から聞こえた。だよね。うん。その、15秒ぐらい前にこっちからなんか聞こえた。水の音は水じゃん。だって水はあるよ。こっちも多分、ガサッと、なんかの動物やと。ガサって言ったらこの時期だとカエルとかだよね、うん、あ、それぐらいのライトの音あ、こっちはそれは聞こえなかったうん水の音でも水の音は確かにそっちから聞こえたんですよその辺からなんか枯れたの枯れためっちゃ好きだハイストリップ劇場明けの劇場でした